はい、のり動画サブちゃんようこそ。はい、今日はですね、6月の19日になります。で、昨日の夜からですね、雨が降り続きまして、今朝ほど止みましてですね、作業の方はできなくはないんですけども、今はもう晴れてます。晴れてるというか、雨は降っていない状態にはなってますけども、梅雨の間ですね、中の方での作業というのはどうしても発生します。で、出荷するためにですね、今はちょうどこれ、はい、これです。はい、ピント合ってるかな。はい、こちらの方のですね、出荷用の箱を今作ってます。出荷が始まると忙しくなるためですね、箱を作る時間がなかなか取れませんので、この梅雨の間にですね、雨が降って作業ができない時に箱をどんどん作っていくような形を取ってます。毎年ですね、だいたい2000パックまではいかないんですけど、千何百箱をですね、出荷するような状態になっているので、この梅雨の時期に1000箱以上ですね、作るということをしています。1日に100箱ずつ作れば、10日あれば1000箱作れますので、だいたい50箱作るのに1時間ちょっとぐらいかな、かかりますので、2時間ちょっとやればですね、100箱は作れるような状態になりますので、1日2時間労働ですね。で、1日が済むような状態になります。あと、それとですね、皆さんにご報告ですね、本日6月の19日にチャンネル登録者数、ついにですね、はい、3000名に達しました。はい、ありがとうございます。はい、昨年の12月31日ですね、大晦日の日に2000人に達成することができたんですけども、それから約半年かかって1000人増えまして、本日ようやく3000人というような状態になりました。はい、ご登録してくださった皆さん、ありがとうございます。はい、これからもどうぞこのチャンネルをよろしくお願いいたします。今年の目標はですね、今年の最初に上げた1本目の動画にもお話ししてるんですけど、5000です。あくまでも目標は5000なんですけども、このまま行くと4000行くか行かないかですよね。夏に向かって作業も忙しくなるんですけども、こう登録者の方もぐっとこう、上がっていけばいいなっていうような状態を思ってます。あくまでも目標値は5000で、やっていきたいと思います。で、3000人行きましたので、記念ライブをですね、やりたいと思います。で、おそらく、ちょっと6月中は難しいと思いますので、7月に入ったらどこかの時点ですね、だいたい夜の8時から9時ぐらいの1時間ぐらいを目処にしてやりたいというふうに考えております。ライブの時は特にですね、一時期についてのお話をするというようなことは考えておりません。皆さんが見てくださってですね、コメントいただければ、それに対するお話ができればいいかなというふうに思っておりますので、ぜひ遊びに来てですね、コメント入れてくれれば嬉しいです。ということでですね、今日はですね、どっちかというと、箱を作るというよりも、3000人達成しましたありがとう動画プラス、箱作り動画ですね、ちょっとこの後早送りで作りたいと思います。はい、あ、それともう一つ忘れてた、先日ですね、Amazon にですね、発注をしていました、旗ですね、旗が届きました。はい、これそうです。よ、多分でっかくて映んないと思うな。こんな感じ。あ、字反対合ってるね。はい、こんな見えてるかな。一軸見えないか。ほら、直売所って書いてある、こういうですね、上り旗ですね。こちらの方はいつものこの今作業小屋の方で撮影してるんですけども、収穫が始まって皆さんが買いに来れる状態になった時に、いつも小屋の外にですね、この上り旗を立てて、今買えますよということでご案内をしている旗になります。今まではですね、2本、営業中と生産者直売所だったかな、生産者直売、ちょっと待って忘れたぞ、よいしょ。はい、今まではですね、これですね、この営業中っていうこの赤い旗と緑色のこれだよ、長いですね。はい、この、生産者直売所っていう旗ですね、これコメリとかで買えるんですけども、この旗を、実際には出してたんですけども、こちらの多分あの赤い旗の営業中の代わりになると思うんですけども、あちらの方がもう結構ボロボロになってきましたので、こちらの先ほどのですね、新しい旗に変えて、
今年はあの旗とこれを立てて営業したいと思っております。まあ、ということでですね、もう全然違う話になりましたけども、今回の動画は3000人達成しましたありがとうという動画と、ライブですね、ライブの告知、それとまあ旗の話ですね、こういうのを掲げてやりますという話です。あと箱ですね、今から作りますけども箱を作っていきたいと思います。はい、今回の動画はですね以上になります。ここから先はあの箱を作る動画になりますので、まあ、ぜひ最後まで見てくださいとは言いませんけども箱を作っていきたいと思います。では作っていきましょうかね。そしたら、はい、まだ手に